の初ゴールが生まれるのではと期待しているようでした。さあ今かわすか、かわして切り返す、左足、そしてジョン・チュングへ、外からフリーでのクロス入ってきた、ヘディングシュート、前半6分鮮やかなパスワーク、中里が決めました。まあ、一つ起点はやっぱりイバでしたね、ボックスの右奥でここで時間作ったんで、中里選手らがこう走り込める時間も作れたし、最後渡辺選手のね、はい、このボールも丁寧でしたね。渡辺和人からのクロスを中里が決めました。中里今シーズンの初ゴールです。